皆さんこんにちは。森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。本日はですね、質問をいただきました。メタルドラマーを目指して修行中の人です。2ビートやハイハットとスネアを交互に叩く速いビート、まあ、ウパウパみたいな感じですよね、の音量が全然出なくて困ってます。どうしたらいいでしょうか、というようなことなんですけど、結構ね、2ビートでスピードが上がらないっていう人は、まあ、結構いたりとかするんですけど、その時ね、原因としてどうなってるかというと、このね、肘から先だけの動作でこういう動作で、この2ビートを叩いちゃうとあんまり音量が出ないですかね。こういうというような感じなんですよね。で、肘から先だけの動作でこのこういうような動作っていうのは、なんかダーツをね、シュッて投げてるような動作なんですよ。こうシュッてね、でダーツをシュッて投げてるような動作なので、あまり遠くに飛ばないんですよね、この動作って。で、物をこの、例えばボールとかこうドーツとか、まあ、物を遠くに投げようと思うと、ここの動作が必要になるんですよね、こうやってね。まあ、ここの動作プラスなんかこう体のこうひねりとか、まあ、いろんな要素になるんですけど、この上腕をこっちにね、こう回転させて投げるっていう動作が必要になるんですね。そうで、まあ、これってどういう動きかというと、例えばなんでやねんってあるじゃないですか。なんでやねんはこう外に回転してるんですよね。で、なんでやねんをね、こう逆にしてる動作でこうボールを投げてるというような感じですよね。で、これをこうスティックに置き換えると、このなんでやねんの動作が手を上げてる状態ですよね。手を上げてる状態でなんでやねんの動作で、で、こう逆なんでやねんをするのと同時に下にボールを投げるようにこう叩くと音量が出やすいという、こうね、こっから先だけでこういう動作ではなく、ボールをこうバーって投げるような感じでこう叩くと音量が出やすいですね。で、特に2ビートとかの場合とかだったら、まあ、特にさっきの質問やったら、こう手足を交互にこう、わかちこみたいなやつあったじゃないですか。なんかこれを使う感じ。というような感じですかね。これね、ラウド系の人の、特にパワーがすごい人のこのライブ動画とかをちょっと注意して見てもらいたいと思うんですけど、なんかね、ここがね、めっちゃ動いてると思います、多分。2ビートやるときとか、この、まあ、パワー系で叩いてるときは、ここの動作ってすごく動いてると思うんで、だから2ビートのときは、こういう感じじゃなくて、というような感じで、ぜひ試してみてもらいたいなと思います。はい、そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。